ディッキー軍は、アメリカ合衆国のスダコタ州の南部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査で、の人口は5289人であり、2000年の5757人から8.1%減少した。軍庁所在地は、エレンデール市であり、同軍で、人口最大の都市は、オークス市、人口1856人である。 1881年に、ダコタ巡州議会が、ディッキー軍の創設を認証した。軍名はその議会の議員だったジョージ・ H ・ディッキーに、ちなんで名付けられた。構成化の会合は1882年8月28日、エレンデールで開催された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1142平方マイルであり、 このうち陸地は1131平方マイル。水域は11平方マイルで、水域率は0.93%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中、ノースダコタ州の法人化された自治体は、その大きさによらずすべて市になる、市 20QUICKFACTS.census.gov。 デキーカウンティーアーカイブド2011年7月9日。アットウェブサイトアクセスト2011年12月6日。AB アメリカンファクトファインダー、エレンデール、ノースダコタアクセスト2011年12月6日。ファインド、A カウンティ、ナショナルアソシエーションオブカウンティーズ。 http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ findacounty.aspx2011 年6月7日閲覧。センサス 2000US ガッツティールファイルズカウンティーズ。ユナイテッドステーツセンサス2011年2月13日閲覧。ありがとうございます。